皆さんこんにちは、作曲家の西村直樹です。今日もウイナスタジオからお送りしています。今日2016年10月の27日木曜日、今日の数波の言葉はありがたいと思う心が道を開く。ありがたいと思う心が道を開く。今日の BGM はアルバム宇宙巡礼 in バチカンスペースオデッセイ3の一番最後、賛歌マンダラをお送りしています。今お話しされているのはヨハネ・パウロ2世ローマ法王の日本語で言ってくださったメッセージです。1990年12月、ローマ法王の前で日本人として初めて謁見演奏をすることができました。その時の来番です。その時にいただいたお言葉です。サーラ・ネルビ、サンピエトロ寺院の横にありますサーラ・ネルビというホール、1万人が収容できるホールですけれども、そこで謁見演奏をすることができました。作曲と演奏は私西村直樹、そして尺八は田辺正山こと吉崎勝彦、バリトン私の、同じ愛媛県松山市の松山東高校の後輩でもあるし、芸大の後輩でもあります鎌田直義、そしてコーラスは横浜のコール明けぼのです。オン・アビラウン剣、オン・アビラウン剣という大日如来の真言にメロディをつけ、そしてその中を光明真言、オン・アボキャベイロシャノマカボダラマニハンドマジンバラハルバリタヤウン、これにメロディをつけて、そのオン・アビラウン剣というボレロのリズムの中をローローと光明真言の歌が流れていきます。そしてそれに尺八と琴、そしてオーケストラが噛み合っていきます。もともと世界に西村直樹の音楽はこれだというので、作曲した作品です。そして音楽の途中で止まり、音楽が途中で止まり、そこで仏説マーカーハニャーラミタ信仰ということを唱え、そこからハニャ信仰がバラバラというか臨床というか、そういった形で流れてですね、その中をまた光明信仰が歌っていくという、まさに曼荼羅の世界を描いたものです。賛歌、この世の全てに光を照らしたまえ、そういった思いを込めて作った作品です。賛歌曼荼羅、ぜひこのアルバムもう二度とないローマ法の前での一見です。この写真にはロマホーとの一緒に写した写真やサーラ・ネルビの写真なども入っております。解説はですね、今はもう亡くなりましたが NHK エンタープライズのミュンワンプロデューサーでもあります大江のりょうが書いております。ぜひ手に取ってこのアルバム聴いてみてください。それでは今日一日が皆様にとって素晴らしい一日でありますように。